とりあえずシェルターは張って一晩過ごしますかね。ちょうど今米を炊いたところですね。米は炊けています。はい、この アルコールはちょっと燃料が多かったですね。はい、これ火が消えます。まあ余裕があるのでアルコールの燃料は火をつけておきましょう。あったかい、あ、なくなりましたね。はい、ご飯をよそってバターチキンカレーを湯煎します。あのまく炊けてますね。あとは蒸らしておきましょうか。バターチキンカレーを入れて、ご飯は蒸らしておきますですね。そしてもう一度アルコールを入れます。こんなもんでいいでしょ。火をつけます。蓋をしておきます。はい。いいですね。はい。さあ、カレーができたようですね。
湯煎したレトルトパックのお湯も飲んじゃいます。カレーができましたね。完食です。湯煎をしたお湯を入れます。トレーについたカレーのソースを湯煎したお湯で洗います。で、そのお湯は飲みます。食べ物の匂いの痕跡は残さない。ペーパーで拭いますね。トレイも綺麗になりました。米を炊いたポットも湯煎をして拭き取って、明日のコーヒーとトムヤムくんのスープ用のお湯を作ります。使ったカップ、トレイは メンテナンスしてパッキングします。いいです。まあ十分な広さがあります。四隅をアンカーがしっかり張れてないちょっと状況だったので、こんな感じです。ごちそうさまです。さあこんな感じですね。キャンプ場が閉鎖ということで、ちょっと急遽ビバーク。でもパーゴワークスの忍者シェルター、実際もっと ピンと張ると広々と使えるんですが、まあアンカーがうまく張れなかったりして、まあなんとかマットと椅子とシェルター内で過ごせています。忍者シェルターいいでしょう。これ実際には跳ね上げれば外の景色も見えるんですが、結構今気温も低くなって全部閉じて、まあこういう感じでローチェアを使ってマットで寝袋、もう
UL オールウェザージャケットはもう乾いてますね。バッテリーが少なくなっていますので、これで、この動画は終了となると思います、はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回はレイニーハイク山と道の UL オールウェザーコート山と道3ジップポケットバックパック、そして今パーゴワークスの忍者シェルターですね。ソロで使ってよし。フロアレスのシェルター、雨の中でも快適でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。